皆様、こんにちは。今回はたくさんのお客様からご要望があります。CMS、アラマネジメントシステムについてお話したいと思います。短い時間でポイントを絞って、CMS の極意を4回に分けて説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。本編に入る前に簡単に自己紹介をさせていただきます。私、小森と申します。現在、KGC、小森グラフィックテクノロジーセンターのプリンティングカレッジに所属しております。略歴は、ロテスター工科大学にて、CMS をテーマに研究後、株式会社小森コーポレーションに入社し、基調管理装置及びパラマネジメント関連の開発を担当させていただき、現在、プリンティングカレッジでお客様の研修を担当しております。趣味は音楽、映画鑑賞、写真、動画撮影及び編集、楽器演奏。写真はカラーマネジメントを勉強しているうちにカメラの設定に興味を持ち、楽しみながら現在も続けております。さて、本編に戻り、CMS の構築の基本的な考えについて今回はお話ししていきたいと思います。第26話と、第31話で、印刷の稼働率向上のポイントとして、すり出しを早く基準濃度に達成させるためのプレインキングの設定についてお話していましたが、印刷現場で次のようなシーンを経験したり、聞いたことはないでしょうか。先ほどの動画を再度こちらのスライドで説明すると、クライアント様から考慮をいただいたので下搬し、印刷現場で基準濃度で印刷を開始。ただ、色構成と比較すると、このように空の色が合っていないことにオペレーターが気づきます。そこでオペレーターは色構成にできるだけ近づくように印刷機を調整しましたが、印刷機の色調整は天地方向の調整ができないので、今度は森の色合いが大きく変わってしまいました。ここでポイントになるのが色構成です。この色構成が何を基準に作られているかがポイントになります。最終製品では、今ではデジタル印刷機を含みますが、印刷機で印刷されます。そして、この印刷された色が最終的にクライアント様へ納品されます。理想の印刷工程は、標準印刷で刷り上げた色が、クライアント様から考慮をいただいた色構成の色とバッチリ合っている状態がベストです。つまり、色を作り上げる最終工程である標準印刷で再現される色が常に基準であり、色構成は常にその標準印刷で再現される色を忠実に再現する必要があります。いわゆる標準印刷のシミュレーションです。ここで一つ目のポイント。標準印刷ベースの色構成を常に心がけることです。また、この標準印刷という言葉も CMS 構築においてキーワードになります。この標準印刷については、次回説明いたします。では、なぜ標準印刷と色構成の色が合わなかったのでしょう。
この原因について説明します。一つ目に、印刷方式の違い、オフセット印刷、インクジェット、電子写真方式、顔料の違い、用紙の違い、印刷用紙とインクジェット用の専用紙による色の見え方の違いがあります。特に、顔料そのものの色に違いがある場合は、CMS で色を管理しないと、印刷現場で色を合わすのに苦労することになります。このデバイスの色再現特性を確認する方法の一つとして、AB ガマットチャートというものがあります。使用するデバイスの色再現特性を、この AB ガマットチャートに描くことで、そのデバイスが再現できる色の範囲、領域を確認することができます。例えばこちらは、ジャパンカラー2011高度基準で印刷されたオフセットと、インクジェットタイプのデジタル色構成機の色再現領域を比較したガマットチャートです。このチャートより、それぞれの色の再現できる領域、色再現特性が異なることがわかります。このチャートは CMY のベタと日食のレッド、グリーン、ブルーの LAB 値がわかれば簡単に描くことができます。ちなみにソフトウェアによっては LAB の L 軸、明度を含めた3次元の色空間として色再現特性を確認するものもございます。もう一つの色が合わない原因は、デバイスの色再現の安定性です。いくら CMS 色を管理したとしても、使用するデバイスが不安定だと良い結果は生まれません。このデバイスの安定性が CMS 構築後の結果が維持できるかどうかを大きく左右します。デジタルデバイスでは、ケーブレーションで色再現を動的に補正し、安定させる機能がありますが、オフセット印刷の場合はありません。その代わりに、オフセット印刷機は定期メンテナンスが重要になります。そのためにも、印刷物に入れたカラーパッチを測定し、濃度以外に定期的にドットゲイン、フラッピング等の変化を数値で把握、管理する必要があります。この数値管理が印刷品質の診断となり、標準化、安定した印刷品質につながります。この管理は非常に重要ですが、きちんと印刷現場で管理できていないことが多いと思います。ぜひ、数値管理によるデバイスの安定性の維持も徹底するよう心がけてください。さて、今回の CMS を構築するための基本的な考えのポイントとして、お二つお話しさせていただきました。一つ目が、すべての工程において、常に最終の標準印刷で再現される色が確認できる環境を構築することです。標準印刷ベースの色構成。単なる印刷ではなく、標準印刷がポイントになります。二つ目が、すべてのデバイスにおいて安定していることです。そのためには、数値で管理することがポイントになります。今回は、CMS 構築する上で基本となる考えについてお話しさせていただきました。この CMS をうまく構築すると、次のような効果が期待されます。品質の安定、コストダウン、納期短縮、環境への配慮、クライアント様から信頼される、色品質はもちろん、無駄のない、環境を配慮した印刷工程が構築されるわけです。また、この CMS の取り組みは、世界中のみんなで考えなければいけない、SDGs、持続可能社会の実現にもつながる活動になります。さて、次回は CMS 構築の基本的な流れを紹介します。その後、色に関する標準化のポイントを2点ほどご紹介いたします。全4回にわたり CMS 構築のポイントを説明していきますので、
お見逃しがないよう、チャンネル登録していただき、ぜひ継続してご覧いただきたいと思います。それではまた次回お会いしたいと思います。どうも失礼いたします。